いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は粋な蔵の町で知られる栃木を散策します。ここ栃木は小江戸と呼ばれる町の代表的な一つです。渦間川沿いには古い蔵が立ち並び、当時の面影を感じます。今回は渦間川沿いや蔵の町大通り、そして霊平市街道といったところを中心に、おしゃれなカフェに立ち寄りながら散策していきたいと思います。このチャンネルでは各地の街並みを散策した動画を紹介しています。ご興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。
かがでしたか。蔵の町栃木、黒塗りの蔵がとても印象的でした。これは高級な黒漆喰が使われているようです。粋な小江戸の町にぴったりといったところでしょうか。今回散策しきれなかったこの栃木の町並みもまた歩いてみたいと思っています。小江戸と呼ばれる町はここ栃木の他に埼玉の川越、千葉の佐原があります。川越や佐原も散策していますので、次の動画をご期待ください。今回の動画を楽しんでいただけましたら、チャンネル登録といいねボタンをいただけますととても励みになります。またこんな街を歩いてほしいといったこともコメントでお寄せください。では次の動画でお会いしましょう。グランデフォトグラフィーでした。